はい、こんにちは、ペソでございます。麻雀大会続きやっていきたいと思います。ちょっと期間が空きましたので、とりあえずちょっとね、前回最後になんて言ったか覚えてなかったんでごめんなさいね。やる行くとね、ちょっと荒れるんでね。青い旅館にしようか。お相手ね。ちょっとくしゃみ出ちゃった変ね。モーツァルトさんにこれでいきましょうか。はい、よいしょ。おー、4回か、多くなっちゃいましたね。さあ、ジャンさんね、もちろん。手がね、意外と難しいんですよね。パン、強い射点ラン。おー、マンドで固めてるね。あー、休めかね。T1 中はドイツ馬だろうね。もう一射点だもんね。あー、ちょっと様子違うかい。まあいいか。いやー、チトイツだよね。おー、アンコってきた。うわー、そば店ありだね。スワンの処理が難しい。これも通らない。この切ったことするな。3度握ってたらね、3個確定だったね。そうだね、カウンワンで待ちましょうか。あー、サブロスね、セーフセーフ。
まあ処理に悩むとこだよね。トン頭はもったいないな。そうですね、こっちですね。リャンピン引っ張れば文句なし。けど泣きたくはないよね。サブロッピンと思うんだけどね。ごめんなさい、病気だね。あ、これダメだ。2チャンスね。スワンにマイキ出てるからこっちだね。ラン、モーツァルトさんは、うわ、ペンチャッソか。数値は、いい数値1の数字でしたね。E1 は通ってたか。不気味なのはジャンヌ・ダルクさんがおとなしいことかな。おりゃ、2,3,4 の3色もね、浮かんだんだけどね。いや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 、こっちだ。行こうか。サンドヒパターね、ヒパースーパーワンでね、短期待ちになるんだけどね。まあ、マンズは警戒してもこの時点ではきっと来ないでしょうね。勝負年限りは。はい、ツボタンヤを一丁。
出た。あルナ。なるほどね、リアンパッソか。あ、しかも裏ドラ乗っちゃってる。リーチ一発もピンフドラドラですね。ハヌマン、おやっぱね。けど、ペンから殺していきましょう。ね、こういう感じですね。あー、チャス拾えんか。切っちゃおうかな。まあドラを生かすためにはね、もうリャンワン切っちゃってもいいんですよね。ああこうだな。中ワン切ったの失敗だね。だったね、本当はチビパビンですよね。まあマンズは出ないでしょう、この局面で。高いもね、カーにも全然出てないからね。おお勝負出た。うわ、神茶だったら出す可能性あるか。うわイペできてるし、2枚出しても、パワー出さないもんね、やっぱり。うわ、危ねえ。降りたかな。ラウンド、うわ、ドラマチか。ちっといドラドラ、64。痛い。うわ、ドラマチックレインでしたね。よかったけどね。そうなんですよね、パスを積もるよう考えしてしょうがなかった。
無筋ね。ウパワーも当たりそうな気するけどね。リーチ。メンピン一丁か。終わっちゃいそうだね。またドラにも全く関係ないというやつだったね。悪くはないんですよね。ただピンズに偏るね。本命だよね。ヤンワンは低いのかな。ああピンクだろうね。ああリャンピン切れないしな。通せない。あ、またちっといとかリアンソか。ジャンヌさんはいっそ。じゃないのにね、筋目だから。うわ、ペンチャスツモタの大きい。さあ、イースピンウッパンパン。ああ、イースピンウッパンピンね。おい、これは出るでしょ。面ピンでね、裏期待ですね。積もった。はい、裏乗って、あー乗らんか。はい、リズムピンフ27。これでようやく、あーそうか、黄門様飛んじゃったからか。あー差し馬の分取られちゃったね。はい、ということで1回戦マイナス31でこういう結果になりました。残り3回戦また、次回以降にさせていただきたいと思います。今回はここでお開きです。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。